レーモン・コパゼフスキーはフランス出身のサッカー選手。ポーランド系。ポジションは FW、MF。愛称はナポレオン。1950から60年代のフランスサッカー界のスター選手であり、フランス人、サッカー選手として初めてレジオンドヌール勲章を受賞した。レーモン・コパヌーレミーヌに生まれ、炭鉱での労働と並行して地元のクラブである。 US ヌ・ーレミーヌに加入した。その後、炭鉱事故で指を一本失ったことにより、炭鉱での仕事を終えることになった。全国大会で2位となったことにより、1949年にリーグ図所属のアンジェ・ス・シー・オーとプロ契約。1951年に遺金180万フランでスタッド・ランスに移籍し、そこで2度のリーグアン優勝を成し遂げる。 1952年10月5日の西ドイツ戦でフランス代表としてもデビューした。1956年チャンピオンズカップ決勝戦でレアルマドリードと対戦。3から4のスコアで敗れたが、その活躍がレアルマドリードの首脳陣の目に留まった。翌シーズン、アルフレッド・ディステファノがスペイン国籍を取得したことによってレアルマドリードの外国人枠に飽きができ。 同クラブへと移籍。デビュー戦でもある10月に行われた FC 訴訟との親善試合では14から1という結果を残した。その後もディステファノラと共に黄金時代を築き上げ、所属年度全てでチャンピオンズカップを優勝、リーグ優勝を2度経験した。1958年ジュスト・フォンテーヌラと共に出場したワールドカップスウェーデン大会で フランス代表は、ペレ、ガリンシャなどを要するブラジル代表に敗れ3位に、終わったものの、コパは3得点、最多アシストを記録。同年その活躍が認められバロンドールを受賞した。1959年に、スタッドランスに戻り、復帰後初シーズンとなった1959から、60シーズンを含む二度リーグ優勝を果たした。コパ自身も1959年のバロンドールで、 ディステファノに次ぐ2位になり、1960年には、フランス年間最優秀選手賞を受賞するなど高い評価を受けた。しかし、1963から64シーズンには17位で、リーグを終えて、リーグで降格を経験した。1966から67シーズンに再び、トップリーグへ昇格し、シーズン終了後に現役を引退した。 1999年、ワールドサッカー史の20世紀の偉大なサッカー選手100人で91位に、2004年3月には、ペレが選ぶ偉大なサッカー選手100人に選出された。2010年には、ディステファの、ボビー・チャールトン、エウゼビオに次いで4人目となる、UEFA 会長賞を受賞した。2017年3月3日、スタッドランスとレアル・マドリードは、公式サイト上にて、 レーモンコパの死去を発表した85歳没レーモンコパリフティングをするコパスタッドランスレアルマドリードありがとうございます。